レーセオン本社レーセオンカンパニーは、かつて存在したアメリカ合衆国の軍需製品メーカー。2020年4月、ユナイテッドテクノロジーズと合併し、レーセオンテクノロジーズとなった。1922年に、ローレンス・ケーマーシャル・バン・ネバー、ブッシュ・チャールズ・ジー・スミスが、マサチューセッツ州ケンブリッジで、アメリカン・アプライアンス・カンパニーとして創業する。最初の製品は、 レーセオンという名称の清流器で、1925年に、レーセオンへ、社名変更する。レーシオンの例は、英語で、光線、テオンはギリシャ語で、神々より、の意である。レーセオンは、英国のマグネトロン技術をもとにしてマイクロ波レーダーの、共同開発に着手し、マグネトロンチューブの大量生産の成功により、連合軍の勝利に貢献した。 1945年、パーシー・スペンサーがマグネトロンは、調理に使用できることを偶然の事故で発見。電子レンジ開発のきっかけになる。電子レンジは白物や電子会社のアマナ社で、生産されていたがレーセオンは、エアコンメーカーのグッドマンに、アマナ社を売却、電子レンジを含め、白物家電から撤退している。レーセオン社は、世界第一位のミサイルメーカーであり、 ミサイル防衛、情報、監視、偵察、精密攻撃、そして、本土防衛関連の軍、政府系ミッションを手掛けていた。その多くは、軍事機密であった。主力製品は、ミサイルの他に戦闘システム、電子戦、システム、海上統合システム、統合空宇宙システム、指統制システムネットセンサー、無人機、地上システム、宇宙戦略システム、 各種ソナー、指向性エネルギー兵器、ナノエレクトロニクスフリア、合成開口レーダー、連邦政府 IT ソリューション、地理空間システム DCGS ナポエスなど。顧客は、ロスアラモス研究所、陸軍研究所など。近年では軍向けのパワードスーツも開発していた。また、旧ユナイテッドテクノロジーズ航空宇宙部門の、ブラッドホイットニーが、 航空宇宙産業無権人など、コリンズエアロスペースが、航空宇宙システムほか、化学、食品加工、建築、採掘に至るまで様々な工業製品を手掛けている。2005年に、性的マイノリティの従業員も平等に働く機会を提供する施策を導入している。ありがとうございます。